はい、皆さんこんにちは。今日はとうとう空調服が来ました。イエーイ。でもこれなんと実はレン君のです。で、前回僕が誕生日にバートルさんのこちらヤス君、カズ君、タクヤからもらったこのバッテリーとファンあったのを皆さんご覧いただいたと思うんですけど、やっぱあれをですね、家で開けてたらうちの息子のレン君がレモン欲しいって言って、僕すぐ買ってあげたんですよ、ネットで。で、空調の服は自分で好きなの選んでくださいってヤス君たちが言ってくれたんで、それもネットで買ったんですけど、僕の空調服は届かず、レン君のこの実はこのファンも開けたら、ちょっと今から開けるんですけど、僕がプレゼントでもらったのはあの黒だったんですよね。でレン君は赤が好きなので、これスパイダーマンから赤黒なんですよ。なのでこれを今からレン君のが先に揃ったので、ちょっと開けていきたいと思います。あ、ちょっとサムネの撮影をしようかな。いいなあ、レン先に、ここの方が先にもらったのに、先にレンの方が、レンも喜んでて、さっき開けそうになったので、ちょっと動画撮影したいから待ってって言って下にゲームしに行きました、レン君は。おー、いいですね。まずはこれバッテリーですね。で、ファン、レン君は本当赤が好きで、道具とかもこの間ちょっとまだ動画に上げれてないんですけど、腰道具デビューしてペンチとかも一緒に買いに行ったのも赤ですし、インパクトも赤で本当赤が好きで、はい、出ました。これ皆さん見えますか？ファンはレン君の大好きな赤黒スパイダーマンカラーというみたいです。これもかっこいいですよね。で、バッテリーは黒と緑があったんですけど、レン君も黒、僕がこれ誕生日でいただいたのはバッテリー黒で、ファンも黒。これもかっこいいんですよね、黒黄色。これめっちゃずっと僕楽しみしてて、届いたと思って開けたらまさかのレンのセットが届いたので、ちょっと悔しいです。じゃあレン君のこのとうとう空調服、レン君ので空調服デビューを通るしてみたいと思います。もう今日現場終わって、ちょっともう風呂も入ってさっぱりした後なので、今もう綺麗な状態なので、めちゃくちゃ暑いっていう感じではないんですけど、お家も涼しくて、はい、これもエアークラフトさんのセットで、一緒にバッテリーセットで売っていた赤黒仕様の上着です。これもかっこいいですよね、赤も。あ、ヤス君、カズ君、タクヤ、ありがとうね、これ本当。次僕の届いたらこれまた動画するから。じゃあサムネをちょっと撮らせてもらいます。かっこいい、いいね。ではサムネを撮影します。はい、一通りサムネの撮影終わりました。皆さんにこれ1個また伝えたいんですけど、この洋服が、今回この洋服シリーズで買ったのは、これ見てください、-8度。これめちゃくちゃそそりませんか、エアコン工事で。-8度はちょっとやばい。これはマジで楽しい。で、これ一応フルハーネス対応の洋服で、今交渉作業、安全帯がフルハーネスの現場とかが今増えてきてるじゃないですか。で、僕そういう現場は受けてはないんですけど、まあそういう現場が来ても着れるような服を先を見越して買いました。で、このフード、なんか他の YouTuber さんたちの見てたら、フード付きがすごい涼しいみたいで、それでフード付きを買いました。なんかこの頭の中に風がブワーッときて涼しいよって何人かの YouTuber さん言ってたので、
早速じゃあこれ取り付けていきたいと思います。これ付け方は僕ゆうさんの動画を見て、あの大松の店長さんが分かりやすく組み立ててくれてたので、ちょっとそれを思い出しながら組み立てたいと思います。組み立てレッツスタート。これはレン喜ぶわ。こういう自分が欲しいもの着て組み立てるときなんかワクワクして催しませんか皆さん。あ、ファンフィルターって書いてる。やっぱファンフィルターって書いてました説明書に。なるほど、解体中の現場とかでこれ空調服使うならファンフィルターとかした方がいいかもしれませんね。はい、バッテリー。あ、結構これバッテリーも重量感あります。結構重いっす。動画見たとはいえやっぱ記憶だけじゃ全然ダメですね。ちゃんと説明書見ながら組み立てた方がいいですね。これここにこのバッテリー入れるみたいです。で、表側に欲しい方はなんかあのバートルさんからなんか出てました、こうカチャってつける、それにこう入れても、それにバッテリー入れたら表向きにこうつけれるよと、そっちの方がまあ操作がしやすいみたいな感じで説明されてましたね。じゃあこの中に入れていきます。はい、バッテリー入れて、
うん、でそこ閉めて、これを見せる、あ、閉める前にそう、この上のボタン長押しで、それ何回も押すたびにこの赤が動いて、今 8V やけど 13V でしたね。涼しいかな、涼しい、あの1ミリセンサーで、うん、あれ来たらいい、あ、逆にレンクは支度中です。音もそんなうるさくないわ、前に機械用紙ももっとうるさかったよ、でフードかぶったらもっと涼しい、涼しいけどなんか、なんでしょう、あの服は今分からん、うん、ちょっとね、後ろ向いてフードかぶって、あ、かぶらんでいいか、あ、いいや、サムネこれの方がいいや、逆じゃない、逆じゃない、風をなんかこう溜め込んだ方がいいって、なんかこう縛れるじゃん、ほらこう縛ったらやっちゃう、ここにで抜けるのがこう頭からフードかぶって、こっから抜けると全部が涼しいという仕組み的に、え、もう終わり、はい、レン君のレビューでした。レン君ど涼しかった、ちょっとパパにも来させて、あんま涼しくないみたいです、確かにこれ L サイズです、上着は僕は LL を買いました、おお、ああ涼しいわ、確かに、あ、なるほど、うん、締めたがいい、風がこう抜けんようにここやっぱちゃんと絞って、これちゃんと下絞った方がいいです、どうやって絞れちゃう、こうやってやっぱりで腰ベルトとかしたら多分もっと涼しいと思う、うん、で T シャツ1枚とか、確かにちょっと大きいサイズの方がいいかも、涼しさは、あ、でも涼しいわ、あ、これ快適です、これいいね、ここから抜けようというね、風が、そうだけど、ここ下を皆さんこうちゃんと締めて、結構一個サイズ大きい方が本当いいかもしれません、涼しさを取るなら、こんな感じ、え、ねえ、おしゃれですよねこれ、いいじゃん、はい、これで空調服デビュー動画終わりです、バイバイ。